はいどうも、ビッグマジックのドラ太郎です。エピローグブースター機械兵団の進軍決戦の後2が発売。なんだかんだで発売後に評価が上がるカードが多かった印象です。様々なデッキに変動があった今、買うべきカードを見定めろ。というわけで本日の動画は第233回クーヤンの今これを買え。ビッグウェブの大人気コンテンツクーヤンの今これを買えからこちらの4種をご紹介していきます。それでは行ってみましょう。まず最初はイーオスの遍歴の騎士、警護されるロクサドン。召集コンビをピックアップ。特にイーオスの遍歴の騎士がおすすめなのですが、モダンでもちょっとデッキができたりしていて、警護されるロクサドンもついでに集めておいた方がいいかなということでご紹介です。どちらもまだ安いので今のうちに4枚揃えておけ。お次は兄弟仲の終焉。発売直後は非常に注目されて、各フォーマットのサイドボードで引っ張りだこになり高騰。今は少し落ち着いていますね。しかし今でもほぼ全フォーマットで使われていますので、ちょうど揃えるタイミングではないでしょうか。持ってなければ今が買いだ。続きましてボーデイリアの呪詛抑え。モダンやレガシーで活躍中のマンフォークですね。スタンダードセットのカードですが、下環境で4枚使うというわけで明らかに今安い。とりあえず持ってなければ何も考えずに4枚買え。今日のおまけは追加のこれ買え。今回のおまけも追加の1枚。紹介したいカードがたくさんで困っちゃいますね。今日のおまけはこちら、ヘリオットの高潔の聖堂。アカデミーの廃墟やボルロスの要塞の仲間、その最も親友のカードをご紹介。唯一無二の能力を持った土地なので、今後再録がない限りは値上がりし続けるカードだとは思いません。今すぐってわけではないですが、気がついたら上がってるみたいなカードだと思うので、安いうちに揃えておきましょう。特に初版のホイールとかが常に今が一番安いかも。本日紹介したのはこちらのカードになります。ボーデリーの呪詛抑えのようなスタンダードではない環境で活躍するスタン範囲のカードは、パックが向かれなくなるとグッと上がる傾向にあるので集め得。兄弟仲の終焉はローテーション延長で1年分スタンダード期間が延びたので、下環境をプレイしていない人も集めておくに越したことはありませんね。今日の動画はいかがでしたでしょうか。この動画が参考になったよという方はチャンネル登録高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。